気持ちは全部入ってる。あ、なるほど。全部、うん。じゃあ全部同じ。いつ本命の人に渡してもいいぐらいの、ことですかね。ああ、なるほど。なんか若干あの含んだ様子が。いや、なんでも含んでないです。そうですか。じゃあちょっと他の記者の方も何かご質問あればいかがですか。今日バレンタインデーということで、今回のそのランウェイは春夏のお洋服でしたけれども、今日のバレンタインデーに男性に着ていただきたいお洋服っていうのはどういうことですか。バレンタインにバレンタインデートでシャツ着てる人すごい好きです。あ、でも私が今着てるみたいにこうやってシャツとニットの重ね着の人すごい好きです。綺麗な感じのカジュアルが綺麗な感じ。そうですね、爽やかめなカジュアルがいいな。どうですか。私スーツ着た人好き。お色とかなんかカラフルな方がいいとかシックな方がいいとか、あまり派手な人じゃない方が好きです。それに合わせてご自身はバレンタインデーにどんな服装が、どんな服装ですけど相手に会いたい、会いに行きたいとか。スウェット以外今日みたいな話を。あ、でもどうですとかね、シャツとか、はい、ちょっとあの寒いですけど肌少しだけ見せるのが、そういうのもいいと思います。この春夏でこう挑戦したいファッションとかって、注目してるファッションとか。私、デニムオンデニム。あ、挑戦したいですね。はい、私も、ギンガムチェックがすごく気になっていて、可愛いなと思います。あの今度、最後のステージで着るヌメロベントゥーノっていうブランドの、透け感のあるチェックのドレスがあるんですけど、透け感とチェックの組み合わせが最高に素敵なので、ぜひ皆さん見ていただきたいです。なんか最近買ったこうお気に入りとか、ファッションとかありますか。最近お買い物できます。あ、私、そうですね、白のちょっとスポーティーなメッシュっぽい素材のジャケットを買ったので、今日はそう、あ、今日じゃない、この春はそれを着てちょっとファッションいろんなトレンドに挑戦していきたいなと思って。私デニムを買いましたね。薄いあの裾広がってる懐かしのなんですね。あ、メルボトムっぽい、うん、そうですね、そういうデニム買ったので、あとお尻をきれいに鍛えてつかつかと履いて歩きたいなと思います。じゃあもう鍛えて、まだあと5年、10年ぐらいはまだモデルやっていきそうですね。行きたいです。行きたいです。切なる願いです。何歳ぐらいまでモデル行こうかなと思っていらっしゃいます。私できる限りはやりたいですよね、やっぱり。あのもう私たちがモデルになったのが22、23だったんですけど、その時からもうその上はないよって言われてたので、それでも今呼ばれてこうしてショーに出させていただいているので、言われる以上はやらせていただきたいなと思います。私もそうですね、できればずっとモデルとして人生を歩んでいきたいなと思います。さっきのコンビで、そうだね、もやが頑張ってるも私も頑張って、私もやっちゃうから本当にいつも頑張って素敵だから、なんか本当励みもらえますしっていうやり取りをずっとしちゃうんですよ、2人で。そうだね、励ましちゃう、真面目な話になっちゃう。そう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 、一緒にしましょうね。いいよ、はい、どっちどっち、一緒、じゃあ一緒に、どうするこんなんダメやってでもやろうやろう、はい、やろう、はい、この春一緒におしゃれしましょうね。はい、ありがとうございました。それではどうもありがとうございました。ありがとうございました。